こんにちは。作るに夢中、三峰すずです。今回は OpenAI の GPT を Python から利用する方法を解説したいと思います。 ChatGPT を利用している方は多いと思います。便利ですね。これを自分のプログラムに組み込みたい、もっと深く理解してみたい、そんな時には API を使って機能を直接呼び出すことができます。最初に OpenAI の開発者向けのサイトから設定をします。普段の ChatGPT のページはエンドユーザー向けのサービスです。開発者向けのサイトへアクセスしてログインします。まずはプロジェクトを作成しましょう。ChatGPT サービスでは無料で利用することもできますが、 API 呼び出しは常に料金が発生します。GPT ではトークンという単位で課金されます。文字数とは微妙に違うものですが、基本的に文字数が多ければトークン数も増えます。 OpenAI の API は先にクレジットをチャージする必要があります。最小金額の$5を支払い、念のためオートチャージがオフであることを確認します。また、チャージしたクレジットとは別に月ごとの予算を設定することもできます。まずはプレイグラウンドから触ってみましょうか。プレイグラウンドチャットからチャット GPT のような対話式の画面にアクセスできます。モデル選択で GPT-4o を選び、下のテキストボックスにプロンプトを入力します。上のシステムは AI に対する役割や振る舞いの指示です。画像も貼り付けられます。ではいよいよ Python プログラムから利用してみましょう。まずは API を利用するための API キーを発行する必要があります。このキーを元に課金されるため絶対に秘密です。作成したプロジェクトからキーを作成します。簡単なコード例は先ほどのプレイグラウンドのページから確認できます。ここに API キーを書き加えれば実行できます。Python 環境を用意して OpenAI パッケージを PIP でインストールします。コード全体はこのようになります。.secret キーファイルに発行した API キーを書き込んでおいてください。これを実行するとこのように返事が返ってきます。画像も添付してみましょう。イメージ 1.jpg を一緒に送るにはこのようにします。これを実行するとちゃんと画像を見てくれていますね。これで自作プログラムから GPT 機能へアクセスする第一歩を踏み出せました。今回は ChatGPT を支える GPT の機能へ Python プログラムからアクセスする方法を解説しました。AI 機能へのアクセスはそれほど難しくはないです。AI を使ってどんな便利なこと、どんな楽しいことを作り出すかが鍵ですね。AI は万能ではないし、癖もあるのでうまく活用したいものです。このチャンネルではプログラミングやハードウェアの制作を楽しんだり、新しい技術を調査したりしています。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。